D じゃん。え、ベヨネッタで D ってあの D だよね。Xマに3大会全部に出場している謎に Xマ解禁賞のあの Xマで頑張ってた。はい、これ前投げ DA で一旦引く。こいつね、確かレート1700とか言ってたからな。まあ、俺もレート1700なんだけど、レート1700ミラー来てよ。まあ俺はスワメイトを奪われて、この方1回しかやったことなくて、そのたった1回で1700に行ってね、割と余力を残したまま引退したから、スワメイトは。だからあのまま続けてればレート1800は普通にいけたって言われてたし、現にあのスマブラで有名な某プロも俺のことは頑張ればレート2000普通にいけるって言ってたくらいだから。まあでももう僕がスマメイトやることはないんだけど。さあ 96% 対 58% 70%、エクスまでは頑張ってたけど、僕に勝つのはまだ早いかな。ああ、もうこれずらすのめんどくせんだよ、いちいち。もうやめてくれ。はい、まだか。はい、 117% 対 114% 言うてもヨネタここからバナになるから、まだまだして。何煽ってんの？お前 X までは必死にあんな頑張ってさ、いい感じのやつぶってたのに、本性煽れちゅうかよ。これめんどくせんだよ。は？ぶっ潰すわこいつ。はい、こっからこいつ成敗します。俺は悲しいよ、あんなに X まで頑張って一生懸命頑張ってたやつが煽れちゅうだったなんて。あ、もうこれ知らねえから。まだあの場では猫かぶってただけだったんだね。俺はこれ大会運営としてこいつを成敗するわけにはいかない。みんなのためにも、視聴者のためにも。とりあえずこれ一旦上投げで 20% 稼いで 128% 対 67%。 言うてベヨネッタマジでさっきバース代だけど、こっからまだ 80% ぐらいバースできねえから。こいつバナクソバナのキャラだから、その間に俺がぶっ倒すから。ああ、はいはいはい、もうこのコンボ終わった時はお前の最後だから。あ、終わった。はい、じゃあぶっ倒します。もうええわ。土井、土井って中学校の時の先輩でおったわ。バドミントン部だった。話したこと一回もねえけど、土井先輩。こいつ結構固く立ち回ってくんな。あー、もうこの台うぜえ。この台上り下りすんのダメだ。この立ち回り風穴ぶち開ける。ここでやる。お前、今度そっち行くのかよ。ねえ、やめようぜそれ。ちょ、ほんとに。じゃ、俺も王冠と大砲で、でも飛び道具勝負しようぜ。あ、ちょっと待って、王冠なかった。いいよ、お前の土俵でやってやるよ。とことん付き合ってやるよ。俺普段陽キャだからこんな立ち回り一切しないんだけど。あ、もうやっぱめんどくせえわ。ダメだこれ、俺できなかった。あ、もう捕まえた。とりあえず上投げ 20%、 89% 対 57%。 言うてこれ五分だから。なんでそこあったの。あの左上にね、 C4 あるよ。あ、今消えたよ。あ、また C4 来たよ。あそこに C4 あるからね。もうこうやってね、言葉にしていかないと忘れちゃうからすぐ。はいはいはい、このガキ、このガキしとるぞ。なんで今捕まえたのに。やばい、もう。え、俺あんな食らってた記憶ないんだけど。またお前そこで始まるんだろ、陰キャイモプレイ。陰キャイモプレイ、これ風穴ぶち開けるわ。はい、行かせないよ。お前今度左側行こうとしてるの知ってるからな俺。死ね死ね、まだかよ。なんかさ、あいつ痛いのに爆弾で被弾してダメージ食らうんだけど。ああ、もうちょっとそろそろ撃墜したい。ねえ、もうこれうざい。ねえ、どうしたらいいのこれ。もうめっちゃ被弾するし、何で爆発してんのか分かんねえんだけど。やばい、これニキータ来るよ。オッケーオッケーオッケー。え、それやめて、マジでどうしたらいいか分かんねえから。それ俺もう無理じゃんこんなん。助けてこれ。なんでもうやだ。
マンかこいつ。はい、終点来たよ。この時を待っていた。お前あの台がなければあの爆弾陰キャ戦法できねえだろ。しかもこいつ戦闘力神、最近ねめっちゃ俺神ぶっ倒してっから狩らせてもらうよ。おい待て、お前王冠返せ。それそっち言いながらお前逃げ回るつもりだろ。あ、帰ってきた。ちょっと待って、回収。オッケーオッケーオッケー。こいつ危ねえ。俺の王冠そっち言いながら逃げ回る。あの爆弾戦法やろうとしてた。させないよ。そのはい、C4 そこの左側にあるよ。分かってるよ。うわ、いやでもさっきより全然戦いやすい。台がないだけでだいぶ違う。台だけにお前終点でもやっぱその戦い方すんだな。分かった、風穴ぶち上げてやるよ。 C4 の位置中央よりやや右寄りに確認。もう逃げるな、逃げるな卑怯者。赤坂鬼か。俺わしは鬼殺隊か。追い詰めた追い詰めた。こっち行かせないよお前、絶対右側行かせないからな。おりゃー、いけるぞ。希望としたのはホープ。ここ超重要サウナで一気に勝負をつけるぞ。ねえ、セイ X の話していい？セイ X とさせんねえし。あーくる、ニキータ、やめて。かいくぐっていく。196、やばい、5分になった。近接戦でいこう。これとりあえず前だけ DA 34% 対 33%。 これ距離詰めてえけど、まず C4 が邪魔なんだよな、あそこの。でもこれ自分から距離詰めないと一生こいつ爆弾ぶん投げてくから、ボンバーマンみたいに行かなきゃいけないんだけど、タイミングを見計れ。あっぶね、分かってんだよお前。俺が近づいてきたところ、その C4 起動させて処理作戦。とりあえずこれもう外、何もできない。62%対 83%、 これいけるぞ。あー、またあいつまた始めやがった。 C4 ある、あぶねえな。くそ、もうこれどこから爆弾湧いてんの。一生被爆するんだけど。ここ借りたい。あー、上から来るか。あー、またこいつ距離取ったら始めるんだよ。ねえ、あったのそこに。もう分かんない分かんない、爆弾の量多すぎて、もう何がなんだか分かんない。何が爆発してんのこれ。もうイライラするこの爆弾。でも相手も 100% 食らってんのか。撃墜いけんない、いける、殺せる。あー、やばい、逃げたくる、かいくぐれ。よしよしよし、ここちょっと一旦距離を取って体勢を立て直す。え、もうなんでそこにあんの、どこにでもあるやん。はい、ということで、まあ、今回はこんなとこなんですけど、いやもうなんか最近 VIP やべえやつしかいねえ。もうなんかボコられるのが板についてきてるみたいですげえ嫌なんだけどさ、まあ、ちょっと近々配信かなんかでかっこいい姿見せようかな。20連勝30連勝くらいしてやっていきたいと思いますのでね、まだチャンネル登録と高評価しないよって方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントとね、概要欄からX とインスタグラムのフォローもいきますので、そちらもぜひお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、エクスタシー。